私はヨークタウン型航空母艦のエンタープライズ。グレイゴーストは私が持つ数多くの異名の中の一つだ。この荘園と鮮血の戦歴こそ我が使命の証。これからも戦いの果てまで勝ち続けてみせる。ヨークタウン型2番艦エンタープライズ着任した。敵には同情も手加減もせず、いつでも全力で迎え撃つつもりだ。これこそ私の流儀だ。来たか。戦闘準備ならいつでもできているぞ。私の勲章コレクションも見てみるか。指揮官か。最近自分が対戦戦もできるんじゃないかと思い始めたが。運も実力のうち。できれば少し姉にも分けてあげたいものだな。生きている限り、思い通りにならないことはいくらでもある。死にゆくなら、悔いを残さないようにしたいものだ。なんだ、出撃か？な、指揮官よ、ミッションがまだ終わっていないぞ。早く出発するのだ。指揮官、ボーナスが届いたぞ。指揮官、新しいメールだ。戦いの次にまた戦いか。ずっと戦場にいたから平坦の大切さがわかるつもりだ。指揮官よ、裏で頑張っている子たちを迎えてあげよう。力の果てに何があるのか見させてもらおう。突き進め。指揮官、教えてくれ。私はあと何隻沈めればいい。全力を尽くして負けたのだ。悔いはないさ。終わりだ。面白い。指揮官には勇気が足りていないようだ。素直で誠実に生きるのが願いだ。だから意見があれば遠慮なく言わせてもらう。そっちも考えがあったら何でも遠慮なく言ってくれ。天の光はすべて星、海の光はすべて敵。指揮官、争いのない日は果たして来るのだろうか。無敵そのものには意味がない。指揮官、あなたがいればこの身にある力を最大限に発揮できると信じている。一緒にこの戦争を終わらせよう。戦争が終わったら何がしたい？私？多分あなたについていくだろうな。戦場以外ならあなたのそばが一番安心する。私を連れて行ってもらえるか。無数の戦場をかけ、無数の別れを体験してきた私が背負ってるのは数えきれないほどの希望と意志だ。指揮官も全てを背負っていく覚悟ができているのか。そうか。なら命の果てまで一緒に歩もう。